いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、デリバードレイドの方がね、開催されておりますので、こちらのね、レイドの詳細とか、おすすめポケモンとか、そこら辺をね、話していきたいと思います。では、私なんですけどね、ポケモン動画いろいろ上げております。現在ね、チャンネル登録数1000人突破しましたということで、ありがとうございます。これからもね、動画どんどん上げていきますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。現在ね、チャンネル登録割合ね、3% まで復活しました。ありがとうございます。97% の皆さんね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではね、デリバードレード、こちらね、12月の23日も開催されております。から12月の26日、朝9時まで、デリバードが出やすくなるイベントテラレイドバトルがね、開催されております。もう開催中ということで、ね、しっかり回っていきましょう。で、特徴といたしましてはね、星1から星5まで、星6なしとなっております。イメージはね、EV レードで OK です。で、勝利するとたくさんのプレゼントがもらえる。で、星5のデリバードに勝つとね、いろいろなテラピースが入手可能となります。で、ここがね、今回のデリバードレードの特徴となります。で、デリバードレードのね、報酬。これなんですけどね、星5レード。こちらね、テラピースが17個以上確定となっております。ちょっとね、普段の星5レードのテラピースの量、あまり、ちょっと意識してなかったので、ちょっと忘れたんですけどね。十分美味しいので、しっかり回していきましょう。で、通常のテラピース以外にね、3タイプのテラピースがね、もらえます。ここもね、しっかり活用していきましょう。なので、デリバードレイドイコールテラピース集めに最適っていう風な認識で OK です。で、おすすめポケモンとして、ちょっとね、速報みたいな形でね、サクッと触れていきます。で、デリバードレイドっていうのはね、全テラスタイプ、ランダム出現となります。固定とかではないので、いろんなね、テラスタイプ。なんで、いろんなタイプに対応できるポケモンがおすすめということで、ハバタク神とか、エクスレックがおすすめとなっております。で、ハバタク神、こちらなんですけどね、ゴーストプライス、フェアリーの技範囲が広いです。ただし、スカーレット限定になります。気をつけてください。で、これなんですけどね、ゴースト技プラスフェアリー技で、全タイプ相性普通以上で攻撃できる。いろんなね、デリバードのタイプを考えずに攻略できるっていうのがおすすめどころとなります。ただしね、スカーレット限定入手となります。まあ、ぶっちゃけて言うと、デリバードレイド、そんなにね、気にしなくても周回できるので、まあ、ぶっちゃけ何でも OK です。で、もう一体、エクスレックおすすめするんですけど、これね、特性色眼鏡が必要となってきます。これ隠れ特性なんですよね。で、特性パッチをね、使ってまでどうなのかっていうと、まあ、正直特性パッチ余ってる人レベルじゃないとおすすめしないので、まあ、こういうポケモンもいるよみたいな形の確認みたいな感じでね、聞いていただけたら嬉しいかな。というわけでね、星5レイドまでならご利用し可能ということで、XX はね、星5レイドまでならご利用し可能です。他のポケモンと違い相性を考えずにね、A 連打で回れますので、ここがね、おすすめどころです。なので、もうなんか、作業しながら、この後ね、ワンパンポケモン紹介とかの動画も上げていくんですけど、やっぱり操作っていうのがね、必要になってきちゃいます。だからそういう操作が嫌。なんか、例えば動画見ながらとか、なんかね、しながら、周回したい。みたいな人はね、おすすめです。まあ、ただし、隠れ特性プラス、虫テラスタル必須ということで、XX はね、隠れ特性が色眼鏡です。特性パッチを使って隠れ特性にするかね、慎重に考えましょう。まあ、ぶっちゃけ言うとおすすめしないですが、めちゃめちゃ周回してるガチやり込み勢とか、まあ、何かをしながら周回したい人とかにはおすすめとなっております。特性パッチね、星5レイドでも一応、ね、ごく稀にドロップしますので、頑張って集めていきましょう。ではね、イベントテラレイドバトルについて、これ簡単に説明していきます。ね、イベントです。期間限定イベントです。頑張っていきましょう。で、やり方としてはね、ポケポータル、不思議な贈り物、ポケポータルニュースを受け取る。で、最新情報を受け取りましたというね、表示が出たら OK です。まあ、ただし、レイドの更新入るので気をつけてください。で、複数個ね、登場します。しっかりね、周回していきましょう。では、まとめといたしまして、この機会にね、テラピース、しっかり集めておきましょう。今後もね、いろんな、レイド、来ると思います。で、テラスタイプね、変更できるのはいい点なんですけど、ちょっとね、テラピース、要求量が多いので、こういうね、美味しいイベント、ちょこちょこ来ます。しっかり集めておきましょう。では、今後もね、ポケモン動画、どんどん届けていきたいと思います。目指せね、次10万人ということで、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ではでは。